どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、こちらのアメックスプラチナカードですね、年会費14万3000円するこのクレジットカードなんですけども、本日はですねこちらの特典がですね発表されましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね発表された内容は、ラグジュアリーブランドの利用でボーナスポイントはもらえるね利用点が拡大っていうのと、アメックスプラチナカードは年会費をね更新するとフリーステイギフトっていうねホテルの宿泊券がね一泊もらえるわけなんですけども、こちらのね利用先ですね、こちらが発表ありました。またですねアメックスプラチナにはですね、発行するだけでホテルのステータスがもらえるホテルメンバーシップっていうのがねあるわけなんですけども、こちらのね追加もね発表がありましたので、今回ですねこちら解説ねしていきたいなというふうに思っておりますので、ちょっとね年会費がめちゃくちゃ高いこのアメックスプラチナカードなんですけども、保有されている方、またね発行検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、今回ね同時に発表された内容でもう一つね、スマートフォンプロテクションについてもね記載があったんですけども、こちらの動画で解説出しておりますので、気になる方はねこちらの動画ね見ていただければなと思います。それではですね、ラグジュアリーブランドでね利用していただくとボーナスポイントがねもらえるプログラムなんですけども、こちらねアメックスプラチナカードはですね、本来100円で1ポイントがね貯まるクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、このねラグジュアリーブランドで利用していただくと通常ポイント100円で1ポイントプラス9ポイントがねもらえるっていう風になりますんで、100円決済でね10ポイントがねもらえるっていった形になります。こちらポイント上限がですね、1、10、100、1000、万、10万、100万、135万ポイントということで、1500万円決済分までねこちらポイント対象っていう風になっておりまして、この対象のブランドなんですけども、こういった形になってるんですよね。まあ私はねほとんどわからないですし、利用したことがないんで、まあ利用したことある方っていうか、まあ、こういったラグジュアリーブランドね利用されている方は結構知ってるのかななんていうふうに思うんですけども、事前予約ね必要にはなるわけなんですけども、ビップルームでねゆっくりとね対応していただけるみたいなね、まあ、そういったサービスもあるみたいですね。まあ本当にねほとんどのブランドが私知らなくて、この東京、豊キッチンスタイル、東洋キッチンスタイルかな、ちょっと読み方がわかんないですけども、まあ、こちらだけですね交換する電球とかね400円ぐらいであったんですけど、まあ、ほとんどのねブランドはもう本当に普段使ってるようなねものとはね桁が違うようなねものばっかりだったんで、本当にねめちゃくちゃ高いブランドばっかりなんで、こちらでね利用されたい方はですね、100円で10ポイントがね貯まるっていう風になりますし、まあ、ビップルームでねゆっくりと対応していただけるっていう風になりますんで、まあ利用のある方はですねぜひね利用していただければなと思います。まあ今までですねこのラグジュアリーブランドに関しては今までもあったんですけども、まあ利用店舗がね拡大したっていった形になります。それでは次にフリーステイギフトですね。こちらね、アメックスプラチナカードね保有されている方は毎年ね楽しみにしている方も多いかなと思うんですけども、このフリーステイギフトっていうのはアメックスプラチナ、またはそのビジネスカードですね。それとあと ANA アメックスプレミアム、この3枚のカードがですね、クレジットカードを更新するともらえる特典っていう風になります。で、私なんですけども、私はね昨年の11月にね発行しておりましたので、まあ、カード更新はね次の11月ぐらいに、ね、なるかなっていう風に思いますので、私はねまだ利用したことないですし、まだね手元にも来てないんですけども、今回ねフリーステイギフトの利用先はですね発表がありまして、ここら辺ねちょっと画面全体に出しておきますけれども、プリンスホテルと、ニューオータニ、ヒルトン、マリオットボンボイ、ロイヤルパークホテルズ、ハイアット、あとホテルオークラですね、あと日光ホテルズということで、まあ詳しくね見られたい方はですね公式サイトね概要欄に載せておきますので、そちらチェックしていただければなと思うんですけども、まあ今年ね開業予定のあるねヒルトン広島とかもね入っていたりとかですね、またね現金決済するとね結構高いヒルトン小田原とかも入っておりますし、沖縄のね瀬底リゾートとか、チャタンリゾートとかね、そういったホテルも入っておりますので、このフリーステイギフトだけでね年会費をね取り戻そうっていうのは正直無理な話なんですけども、まあ現金決済でもね結構高いホテルもね対象になっておりますので、まあこちらからね利用していただくっていった形になります。で、去年のねこのフリーステイギフトね動画解説出してるんですけども、まあどのぐらいのホテルがね増えてどのぐらいのホテルが減ってるかっていうのはねちょっと去年の賞がね見当たらないんで、どのぐらい増えてるかちょっと分かんないんですけども、まあ結構なホテルがですね対象になっておりますので、かなりね利用しやすいのではないのか
かなと思います。で、利用自体はですね、ちょっと前よりかはですね、非常に使いやすくなって、週末とかもね、利用することができるんですけども、一応ね、公式サイトのね、ホテルの下にですね、除外日みたいなのがね、全て記載があるようになっておりますので、まあここだけはね、使うことはできないわけなんですけども、まあ今までにね、比べると普通の週末であればね、利用することができますので、対象外の日時だけね、ぜひチェックしていただいて、利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、ホテルメンバーシップについてですね、アメックスプラチナカードは発行するだけでですね、ホテルのね、ステータスがもらえるっていう風になっておりまして、現在はですね、ヒルトンオーナーズのゴールド会員、マリオットボンボイのゴールド会員、ラディソンリーワーズのゴールド会員、この3つがね、発行するだけでゴールドステータスね、獲得することができるんですけども、なんとですね、2022年の夏よりですね、プリンスホテルグループがですね、このホテルメンバーシップにね、追加になるっていった形になります。で、このホテルメンバーシップにね、追加になって、なんとね、プリンスホテルの場合はですね、ゴールドステータスではなくてプラチナステータスがね、付与っていた形になるんですよね。これね、見た時に非常にびっくりしたんですけども、ちょっと前まではですね、シャングリラホテルのジェイド会員っていうのも以前まではね、もらえたんですけども、これね、2022年の3月31日でね、終了っていた形になっておりまして、今はね、ヒルトンとマリオットとラリスをね、この3つでね、運用されてたわけなんですけども、プリンスホテルね、プラチナステータスもね、これに加わるっていった形になるんですよね。いや、かなりね、嬉しいサプライズなんですけども、で、このね、プリンスホテルのプラチナステータスがもらえるとね、どんな感じでね、サービスが受けられるのかっていう話なんですけども、こちらね、プリンスホテルのステータス一覧なんですけども、まあいろいろね、書いてありますけども、一番大きいのはね、やはりレイトチェックアウトと朝食ね、同伴室全員までね、無料になるっていう、この特典ですかね。残念ながらね、このプリンスホテルのプラチナステータスでは、プリンスホテルのね、ラウンジとかね、利用することができないんですけども、まあね、アメックスプラチナカードをね、保有しているだけで、プリンスホテルのね、プラチナステータスがね、獲得することができるっていうのはね、かなりいいですよね。ですので、まあ、こちらね、2022年の夏からね、開始になるということで、またね、フリーステイギフトでね、ちょっと先ほどね、話しましたけども、その中にもね、このプリンスホテルってあるんですよね。で、こちらもですね、フリーステイギフトを利用した時もですね、プリンスホテルのステータスもね、併用して利用することができるっていう風になりますんで、フリーステイギフトでプリンステホテルに泊まって、その時に朝食2名とかね、レイトチェックアウトとかを利用することができるみたいなね。まあ、そういった感じでね、利用することができるということで、かなりいいですね。今後はね、かなり楽しみっていった形になりましたね。またですね、プリンスホテルはですね、今ね、ステータスがブルー、ゴールド、プラチナということで、今回ね、このアメックスのプラチナカードを付与されるのはこのプラチナステータスということで、まあ、一番上のね、ステータスにはなるわけなんですけども、プリンスホテルはですね、2023年からですね、このプラチナの上にですね、ダイヤモンドステータスっていうのをですね、新たにステータスね、新設するっていうのをね、もう発表してるんですよね。で、内容はね、まだ分かってないんですけども、まあ、プリンスホテルね、プラチナステータスで、まあ、アメックスプラチナカード発行するだけでなれるということで、ちょっとね、このプリンスホテルのダイヤモンドステータスもね、かなり気になりますよね。どんな感じになるんですかね。もしかしたら、このダイヤモンドステータスになったらね、クラブラウンジがね、利用できるようになるみたいなね、まあ、そういった感じにね、なるかもしれないですけども、まあ、これもね、また詳細分かりましたらですね、動画ね、出したいなというふうに思うわけなんですけども、今後ね、楽しみですよね。ということで、今回ですね、アメックスプラチナカードに特典発表がありましたので解説させていただいたわけなんですけども、いやね、間違いなく今回の発表でね、インパクトがあるのはホテルメンバーシップにね、プリンスホテルがね、追加になったっていう点ですね。またね、ゴールドステータスではなくてプラチナステータスっていうことになりますんで、いや、かなりね、いいのではないのかなと思います。これからね、アメックスプラチナカードね、おすすめできるね、ポイントの一つにもね、なるかなっていうふうに思いますので、ただね、まだ始まってなくて、2022年のね、夏に開始予定っていう風になりますんで、一応まだ始まってないんですよね。で、またね、始まりましたらね、解説出したいなっていう風に思いますので、そちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。いやね、今回の発表でね、本当に残念で仕方がないのは、ちょっと前にね、動画出しましたけども、プリンスホテルのポイントっていうのは、今までね、ポイントサイト等々から移行して
で、それをねプリンスホテルのポイントに交換するとプリンスホテルにねお得に泊まることができたんですよね。で、それがもう今後できなくなると、今後はね1ポイント1円でホテルのね現金に値引きみたいなね、まあそういった使い方しかできなくなってしまったので、本当にねこれ残念ですね。このポイントサイトからポイントを移行して、なおかつねこのプリンスホテルのプラチナステータスを使って朝食無料でね利用することができるとかね、レートチェックアウトね利用することができたりね、できればね非常に良かったんですけども、いやーまたできるようになってくれないですかね。いや非常にここはね残念なんですけども、まあでもねアミックスプラチナカードを発行するだけでプリンスホテルのねプラチナステータスになれるっていうのは、まあかなりねすごいですよね。今後ねどんな感じになっていくかね、かなり楽しみですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。